様こんにちは、なりわでございます。本日はちょっとまたメイクをね、していこうと思います。今日はちょっと、いつもより少しだけ念入りにしていこうかと思います。スキンケアもね、済ませておりますので、今日はちょっとこちらベースメイクはあの BB クリームをこちら何でしたっけ、メイベリンのスーパー BB モイストマットっていうこちらのBB クリームを化粧下地として使っていきたいと思います。最近はあの全然ねハケとか私ね使わないんですよね。全て最近は指で、仕上げております。なんか冬の間はあのやっぱり油分があの手の油分とかが関係するんでしょうかね。あのスポンジやブラシを使わない方が綺麗に仕上がるような気がしております。気のせいでしょうかね。これはまあ私の勝手な感想ですね。じゃあ適当に、適当に言ってて変ですが、メイクをしながらちょっとね雑談をしていきたいと思いますね。ちょっと、油断をすると今の時期すごいあのね乾燥しますよね。もうほんと目の下がねどうしてもここですね、この目の下とかこのほうれい線のとことかがすごいね乾燥してしまいますね。キャップ、では、この後にちょっとね私あのコンシーラーをね、塗っていきたいと思いますね。こう目の下とかこういったところですね。それとちょっとねこのおでこの辺もコンシーラーをちょっとね塗っていきたいと思います。これあのリキッドタイプなのですごい伸びちゃうんですね。だからあのまあ部分的に本当ね目の下だったら目の下だけ塗りたいんですが、すごい量があのついちゃうので、どうしてもこうやってね全体に伸ばす癖がついてしまいましたね。その分まあコンシーラーの役目をね全体に出してくれているのではないかなと思うわけですよね。結構あの顔色がね良くなりますね。コンシーラーでこうカバーすると、その次にあのファンデーションを塗っていきたいと思います。こちらメイベリンのいつものファンデーションですね。ああそうそう雑談のメイクが私ねそんなにね時間かけないので、すぐね終わってしまうのでうっかりしてるとね本当ねすぐ終わってしまいますね。ですね雑談、最近はあの何でしょう、まあ、寒いせいもあって、本当にね用事のない日というのは私ねお出かけしなくなってしまいましたね。まあ今日はねちょっとお天気がすごく悪いんですね。どんよりしてて、寒いですし、なんか雨もねちらほら降ってるのかなという感じで、今にもねなんか雪でも降るんではないかなという感じのお天気でございますね。このファンデーション本当ね、本当メイベリンのこのファンデーションはカバー力もあって、
すごくね、伸び率がいいんですね。で、とっても、なんて言ったらいいんでしょう、リキッドですから、まあ、リキッドのせいもあるんですが、リキッドの中でもすごくなんか滑りがいいと言いますか、指のね、こう指で直接メイクしてますとすごく滑りがよくって、スルスルこう伸びてくれるので。それと、まあ、メイクとはね関係のないお話なんですけれど、お買い物に出るとね、すごくね、最近ね、1万円札を崩すと、もうね、その日のうちにね、なんかお金が消えて、瞬く間になくなりそうな気がして、最近はね、あまり、本当、私、スーパーへはね、本当にあまり行かなくなりましたね。まあ、行かなくていいほど、いいほどっていうほどではないんですが、私基本的に冷蔵庫の中がね、空っぽにならないとお買い物に行かないので。今聞こえてますか？すごくね、工事の音がしておりまして、まあもう一つ向こうのお部屋だとね、すごく響くんですが、まあ、こちらお部屋なのでそうでもないんですけれど、多分音は拾えてないとは思うんですが、実際に時々ね、すごくね、怖い怖い、この音怖いというような音がするんですね。え、何事？っていうぐらいすごい音が響きまして。で、まあね、こうやって撮影を始めたりすると、たまたまね、お昼の休憩が終わったり時間とかで、工事が始まっちゃうんですね。だから聞こえます？すごいガッタンガッチャンって言っているんですけれど、なかなかね、やっぱり古い校舎って言ってもやっぱ学校ですからね、壊すのは精一杯壊して、壊すだけ壊したんですけれど、その後の塊をね、もっと細かく砕いて、それをまあ、大きなね、トラックに乗っけて外に運び出してるらしいんですが、だいぶそれでもね、綺麗になったなってきてると思うんですね。わ、ちょっといつまでやってんだろう。やっぱりこうムラがね、すごく気になるので、もうね、本当に残るんですよね。本当にの、あの本当これ半分ぐらいでいいと思うんですが、ワンプッシュでどうしても出てきてしまうので、お、すごい音、地響きのようなね、今音がしておりますね。さあ、このあとはお粉をつけます。こちらですね、エテュセのお粉をつけたいと思います。もうね、私このね、粉が好きですね。すごくきめが細かくって、薄付きなので、で、なんて言ったらいいんでしょう、ボテっとつかないので、お化粧崩れもしないし、透明感が出ますし、しかもよれたりしないんですね。でもやっぱり73歳ですね、素顔はね、どうあがいてみても。で、メイクをしても、何でしょう、仮装するって言ったら変ですけどね、何かに扮する時はすごい私バッチリメイクをいたしますけれど、普段は本当にこんな程度であまりしないんですね。今日はわりかし念入りに重ね付けしておりますけど、コンシーラーも普段は塗らないですね。いや、もう何とも言えない機械音っていうんですか、工事の時の。
それがうなるようなね音を立てて、響いてくるので、時々ねドキッとする時がありますね。何が起こったんだろうっていうような感じの音がする時がありますね。この工事取り壊しが始まったの昨年の9月ぐらいからだったでしょうかね、9月か10月そのあたりからだったと思うんですけれど、まだ続いてるんですよね。やっぱり壊して物を運ぶということはすごい、3年がかりの、向こう3年、完成まで2020年の3月で完成なんですね。昨年からやってますからね、20年じゃない、丸3年なので21年でしょうかね。で時々、夜中にものすごくけたたましい救急車ですと言わず、パトカーと言わず、サイレンを鳴らしてね、来ちゃうので怖い時がありますね。今日はね、朝起きて顔洗って少しの間だけ何もつけないで過ごしていたので、目の下がちょっとね乾燥しておりますね。やっぱりすぐね水分補給をして、その上から乳液なり美容液で蓋をしてあげないと、すぐ出てしまいますね。いやしょうがないんですよね、73ですから当たり前なんですよね。今更っていう感じもするんですが、でよく笑うので、もうね笑いじわが絶えないですね。でも工事をされてる方は本当ね、雨の日も風の日も毎日毎日ね、お休みの日が土日以外は毎日ね来られてるんですね。で夕方になると、なんて言うんでしょう、あれなんて言うんでしたっけ、こう掘り起こしてた物を砕いたりするしゃべるカーみたいなのがありますでしょ、でかいあれがねそこに置いてあるんですね。向こうは夕日ですごく綺麗なんですね。そんな中で、シャベルカーがねシルエットになって、静まって、なんか佇んでるのを見るとね、ああ今日も一日ご苦労様っていう感じがしますね。うるさいんですけれど、でもねもう慣れました、私ね、人間慣れって怖いですね。慣れちゃいましたね。だからそんなに嫌じゃないですね。ただ、私がそれはね、健康だからだと思うんですよね。これがご病気で伏せてらっしゃる方とか、ね、赤ちゃんがいらっしゃるお宅はやっぱり気が気ではないんじゃないかなと思うんですね。でもこればっかりはねしょうがないですよね。建物をね小学校を作らないとやはりね、今向こうの方のもう一個小学校が同じ町内に2つね、小学校があったんですけれど、もう一つのね小学校の方に、今ね教室も仮設みたいなところで一部の方はねお勉強されてるんで、何かと不便じゃないかなと思うんですね。
てさて、本当早いですね。私のメイクって本当早いですよね。もう少し、ね、あと口紅をつけて部屋を整えたら終わりでございますね。でね、前はね、まあ隣が小学校だったので、いろんな行事があったりとか、登校時間とか下校時間、すごくね賑やかだったんですね。お子さんの声がいつも賑やかに響いておりまして、だけど、それに代わって工事のことがね今ね、しておりますから、やっぱお子さんの声っていうのは、まあなんて言うんでしょう、甲高いし、すごくね大きな声が出るんですね。で、すごく賑やかだったんですね。特に運動会とかの予行演習の時とかね、音楽がこう鳴り響いてきたりして、なんて言うんでしょう、季節感をねちょっと感じておりましたね。あ、そうなんだ、今秋の運動会のシーズンなのねとかね、はい、メイクは以上で、完成でございます。これからちょっとね、髪を整えていきたいと思いますね。はい、こんな感じで、部屋も整えてまいりました。なんかね、最近髪の毛が伸びてきたのか、まとまりがねちょっとね悪くなってきまして、どうしてもねこの辺がねなんかねこうぺちゃんこになっちゃうんですよね。ここが一番私も今ね気になるところなんですが、でね、こうやって持ち上げていても普通に過ごしているといつの間にかね、ここが潰れておりますね。まあしょうがないですね、だけれど毎日メイクはしますけれど、まあその日の気分で、ちょっと、なんだろう、白っぽく仕上げてみたり、着るものによってねちょっと健康的にオークル毛を強くしてみたりとかして、何気に気づかれないように私は工夫をしております。まあね、いつもねメイクは大体こんなもので私いつも、仕上がりますね。お出かけする日はもっと早いです。もっとパッパッパッとやってしまいますね。まあ今日はね、動画を喋りながら撮ったので、まあ、本当にね何でもない取り留めのないお話をしながら、先ほどね撮りましたけれど、またね、そうですね、きちんとしたねメイク動画が撮れたらいいなと思ってるんですね。例えば TPO に分けたメイクの方法とかね、私でもねいつも一緒かな、何があってもこんな感じでしょうかね。若い時はねやっぱりそれなりにアイラインを引いたりシャドウを入れたり、してましたけれど、でまあつけまもねたまにつけまつげもすることもありましたけど、今はほとんどしないですからね。最近ちょっと目元がね寂しいので、目の際に本来はアイブロウなんですが、それを使ってアイシャドウ代わりに、それがとってもチップがねついてるのですごくね、便利なんですね。その線を引くのにちょうどいいと言いますか、中の方に分からないようにね線をさーっと入れて、でちょっと端っこの指でぼかして、ちょっとつり目になるように、最近目が垂れてきたので、そんな感じにしておりますね。でまあどちらかというと触った感じがしっとりとした感じですね。まあ私すごいね乾燥肌なので、どうしても、マットな、本当はねマットな感じの陶器のようなスッとしたねお顔に仕上げたいんですが、もう冬場はとてもじゃないですけどすごいね乾燥してますので、どうしてもこう触った時に、なんかしっとりした感じがしておりますね。さらっとはしてないと思うんですね。
なので、でもまあ、外に出ると冷たい風とかがね吹いてくると、やっぱり、それなりにこう今お部屋の中ですからしっとりしてますけれど、お外に出かければやっぱりね乾燥してきますからね、やっぱりこれでちょうど冬はいいのかなと思ってますね。今ね、私ちょっとね、ファンデーションでね気になるものがございまして、昔若い時ね、いつもそれを使っていたんですが、最近またね、そちらが最近は全然使ってないんですね。いつもリキッドタイプばっかりなんですが、最近ちょっとそちらが気になってるので、いずれ、そちらのファンデーションを使って購入してやりたいと思ってますね。それとね、やっぱお出かけすると、たまにね、撮影の関係でお直しをしないといけない時があるんですね。そんな時、バッグの、私いつも身軽に出かけたいので、バッグの中にコンパクトとかね、かさばるようなものじゃなくって、ささっとスリムなもので何かないかなと思ったら、ちょうどいいものがあったんですね。まだそれがね届かないんですね。ちょうどそれを注文したのが、先月の末だったんですけど、本来ならもうとっくにね届いてなければいけないんですが、ちょうどそれが中国の方から送られてくる商品のようでございましてね、ちょうど中国は今お正月ですよね、春節っていうんでしょうか。の最中でお休みでございますからね、それが終わらないと 発送がされないということですね。なので、まあ7日以降から20日ぐらいまでの間って随分長いですね。ね、だからそれぐらいの間には届けばいいなと思ってるんですが、できるだけ、まあできましたら、今週9日とか10日の日ぐらいまでにね届いてくれればいいなと思ってるんですね。ちょっと気になるものがございましたので、また届きましたらね、皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。ということで、本日は何でしょう、とりとめのないお話をしながらのメイク動画でございました。なりわでございました。では。